山田さんは2002年と2003年に中日ドラゴンズの監督を務めていらっしゃいました、うんはい、この時のトレードを私調べてみたんですが、はい、まず山田新監督就任した2001年オフに中村武さんが

えー、もう谷繁をフリーエージェントでね、はい、獲,得で獲得できるっても確信あったから、はい、もうその場合にはもう今の元気な谷繁とねバリバリの谷繁と中村武をねこうどういうな両方使うってうことはまず不可能だなと谷繁を取ってくれってのは私が会社にお願いして。 あそこも興味深かったんですよ、うん、FA で人を取る時って、やっぱり監督主導なんですかもちろん。はあ。で、そういう情報が出るじゃないですか、はい、フリーエージェント宣言え。<A> もう取ってくると。そのとき、中日球団に軍資金はある程度あったんですか最初はね、やっぱりなかなか、あのいい返事はもらえませんでしたあまず球団にいい返事がもらえな,いとなかった。 やっぱりあの条件もた条件もかなりのもんだし年数契約的なものもあるしあ<ー>そして谷繁こっち来た時から来てくれた選手の,その待遇面のいろいろなこともあるしそういうのも全部クリアできるかどうかっていう問題が大きな問題がそこにあるんでねかなり難しいんですよまずは会社を説得すすることが大事なんです、ね、会社に会社にじゃあ合歳まで持っていくそこがすっごい。 難しいわじゃあ、うん、これは中村武さんが金銭で横浜に行く前にはある程度会社も説得でき、うん、谷重本信選手を獲得できる隠しもあったから出したってことですかこれ出したんじゃないのあ<ら>あのね、うまあ、今だからもうその話をしてもいいと思うけども武に中村武に関してはねもう 中日ドラゴンズで終わりなさいと言ってたのも私はやっぱ貢献度ってすごいからもう中日のあの名古屋球場時代のキャッチャーといえば、はい、もう中村武さんというイメージです、はい、そうですよねでこの名古屋でも人気あるし、はい、で人柄もいいし、はい、それはもうこのチームに必要な選手だよな最後までなっていう気持ちで私はいたからね見てたからそういう見てたから、はい、で中村武に言ったのは プレイングコーチえー、そうだったんですかキャッチャーもうちょっと勝負したいって気持ちはものすごくあったのあ<ー>ここで引退するよりもまだ自分はもうまだ燃焼しきれてないっていう気持ちがあってまだ現役を続けさせてくださいっていうことだったからじゃあ,あのプレイングコーチとしてどうだということを言ったからこう伸びていったんです。 あだからこの12月まで,でずっとこう伸びていっいそれでもどうしても本人がもう一回へ<ー>の選手一本でやりたいっていうのでそれならもうしょうがないなそれだったらあの球団にお願いしてチームを探してもらうかっていう話が横浜だった、はあ、そして中日の会社側が他の11球団に <laughs> いろいろとどうですかとうちの中村が外でやる気になってますということでオファーをした結果、まあ、球団も動くし、あの監督がそういう人脈を使って動く時もあるしね。あ、そうだったんですか。そして中村た決算横浜ベイスターズ金銭トレード移籍になったと。はい、あの金銭でしたね。あの申し訳ないけど金銭でした。あ、これは申し訳ないというのは。はい、金銭というのはね、やっぱあれほどの選手を金銭トレードっていうのはね。 やっぱ選手に対する少しねやっぱ申し訳ない気持ちってあるんですよ<ー>選手間同士のねあのトレードならね、えー、中村武史という選手のあのまあかなり衰えはあって故障もありがちでしたけども、うんうん、あのネームバリューがあったらね金の選手とトレードは成立するはずですよはい、はい、選手対選手、えー、それを金銭っていうのはね、はい、私の今のでもそうですけども。 今の時代よりも当時はもっと風当たりはきつかったねなんとなく私もです。今はもうあんまりないんですけど金銭トレードっていうとなんかちょっとマイナスなイメージ、うん、ネガティブなイメージがあったような気がしますね、えー、強烈でしたあ、強烈だった強烈でした当時はねまだねということは山田さんに批判も結構批判すごかったです、ね、<ー>なんで名古屋のスターをねそういう扱いするんだっていう うん、あへえそして山田さん就任1年目が終わります、うんうん、就任2年目2003年がスタートする時にこれは驚きました2003年シーズン前の1月なんですが。はい 山崎武ささんんと平井正文中日トリックスのトレード、はい、これプラスですね、はい、鈴木文弘さんというキャッチャーがいらっしゃいました彼が近鉄へ金銭トレードこれも結構大きなトレードが成立しました。これはかなり物議を醸しましまたねですね。 はい、しかもこのコーナーで一度山崎武さんのこのトレードに関しては触れていただきましたが、うん、やはり、えー、今振り返っても大き,なトレード大きいトレードっていうよりはね山崎武史に関してはあのやっぱりさっきの中村じゃないですけども名古屋のスターですよね。うんうん、でまだまだ実力ありますよね。はい、まあかなりこう成績が落ちてるといえ、はい、出番が少なくなってるとはいえね。はい やっぱり主力選手の一人ですよね、はい、それを放出するっていうのはねかなりの批判も浴びるしそういう覚悟を持ってやらないことには大変なことになりますよね。批判を想像しながらなおかつ断行しましたこれはね本当の話そのうちの中の話をしますとねオリックスからかけられた話なんですよ。 こっちから持って行った話じゃないんですよ。はい。そう,そうなんですか。オリックスのあの私もオリックスにまあ知り合えるし関係あるから、はい、オリックスから来た話なんですよ。山崎が欲しいっていう。へえ<ー>、うん。やっぱり山崎の場合はこっちバッティングはまだまだ。はい。ただね守備とか、はい、その肩とか、はい、足とかが、はい、やっぱかなりもう。 セ・セリーグの、まあ、レギュラーとしてはもう常時出ることはかなり難しいだけども、はい、パット1本で勝負させたら勝負できるという、うん、じゃあ指名打者にはもう DH あ,ありますから DH、ね、ありますから十分通用するっていうことでこれはオリ,クスオリックスから山崎の獲得に動いてきたんですよ。はあそれであのオリックスから条件を出してきて選手を3人ぐらいこう出したんですよ。あ 来ました前回お話ありました1対1だけども表面的にはこれ1対1でテーブルにドンってことはないともういろんな選手がリストされてる中からチョイスっていうだからこれはオリックスは山崎が欲しいこれは1人あうこれピンポイントで来てるそれでオリックスが出してきた選手は4人ぐらいいたおおリアル四年ぐらいその中に1人平井がいた マキノっていいうピッチャーもいたは、はい、それからあと2人ぐらいかな、はい、キャッチャーも誰かいたような気がするね、うん、うわこれまた何回 <laughs> 今から19年も前の話ですけどもなんかそわそわしますね,ね、うん、だからあのみんな周りはね山崎もそうだけども山田が仕掛けたやつだっていうふうに言ってるけども実はこれもう全くの反対。あそう あの山崎はやっぱり私のことをよく恨んでるとかよく言うけども、はい、よく本人もねそのことを書いてるってはい、はい、私がね君は自分出ていくつもりで出ていくのは全然構わないんだけども山田監督がね君は絶対必要だから残ってくれというふうに言ったとそれ言いますよね当然当然言いますよ、はい、戦力として考えてるんだから。はい、ただ 使ってみて、こういろいろポジションを考えてみれば、だん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 山崎武史の場面が使う場面がないわけですよ。うん、うん、そうでしょはい。で、本人はまだまだ勝負できると思ってたドラゴンズでね。はい。そこのこう、考え方の違いですよね。嫌われたくないなとか、思わなかったですか?。選手に、恨まれるの嫌だなとか。うん、で、だから。星野選手さんとも話したことありますけども。 山田山田お前が好きなんよ俺はできないって言ったの,あの中村たけしとか山崎を外に出すってのは俺はとてもできない、はい、やっぱり自分が一緒にやってきて育てて、はいはい、名古屋でこう,こうやった選手を、はいはい、自分も星野選手と男も名古屋に育ててもらって、はい、そういうっていうそういうやっぱり情の面も星野さんってのはあったじゃないですかはい だから私が外からこう来て改革みたいなことをやるっていうのは「山お前しかいないんや」っていう話はしてたの。